よろしくお願いします。じゃあですね、今日もいっぱい番組中にもらったメールの中で、はい、それを一応二人にも見して、はい、これだったら俺喋れますとか喋りたいですみたいなのを丸つけてもらってるんですけども、はい、あのさ、のりさ、はい、ペンネームワシントンさんから来た、はい、キスの思い出を聞かせてください。何にどうぞとのって書いてる。赤ペンで、赤ペンでのって書いてる。思い出を喋りたいのかな、喋りたいの。いや、喋りたいっていうか、ファーストキスの思い出ぐらい僕覚えてますと。いやいや、それ俺が覚えてはいるけど。あるんすか二人は。キスの思い出なんかあるよ。冗談じゃないよ。俺、すげえ女優とキスの思い出あるよ。しかもお前、風間さん姉妹の一人、リリアンのユマこと、出た。中村ユマとのキスの思い出あるよ。マジっすか、まあ、キスの思い出、正確に言うと、キスシーンのある V シネマで本番直前にやりたくねえって言い出して向こうが。絶対やりたくねえって。してないんですか、ね、女優だぜ向こう。こっち女優じゃねえのに気持ち作ってたのに、向こうの方から、もう絶対やりたくねえっつって。理由は言えないけどさ。言うはもう。傷つくわ、こっちだ。言うは言わない段階を傷つくに傷ついてますよね。言わない。なんでで女優が、女優がだよ、はい。台本あらかじめもらっててだよ。割り切っても割り切っても割り切れない俺ってなんだよ。こういうのもキスの思い出でいいですよね。それとキスしたくてしたくてすげえ、もうしたくておかしくなってもらったんじゃん。はいはいはい、中学校に。ありますあります。もうキスってどんなんだろうと思って。俺弟と同じやで、弟寝てるわけ、はい。じっと見たことあるもんね。どうなんだろうと思って、唇の触った感じは一緒だろうと思って。そういうのあるんですかね。ありますよ。僕、一番上の兄貴11歳離れてるんですけど、はい、だ兄貴が15、6歳の頃だから僕まだ4歳とか、そのぐらいじゃないですか。ずーっと俺の唇を見てるっていう思い出があったんですよ。あ、夜起きたら夜起きたら俺が昼寝してる時にパッと目が覚めて、兄貴が目の前にいるんですよ。兄ちゃんが。なんで、俺の寝顔を見てるんだろうみたいな。お前4歳の兄貴何歳？ 15 歳ぐらいですよ。ああ、それは、それはあり得ます。いや、僕ね、中学生の時に。中だけに。いや、その、そんなうまいこと別に、うまくもないです。中央区で、中央区で。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 その中学生の時に中央区で。あ、嘘だけども、木更津中央高校に行ったことにして。それは本当ですか？それは本当ですか？それは本当なんでそういうことつかなきゃいけないですか？嘘と本当が入り混じっちゃってもう本当。おかしいでしょ、僕だって。で、その木更津中央に行く前の。行く前の中学校の時の。中学校の時。はい。話でね。はい。で、僕は当時、エロ本の知識しかなかったんですよ。うん。キスした時には、舌を入れろと。もうさ、それより前にさ、可愛い中の話に出てくる漫画だってなんだってあるじゃんかよ。ねえ。はい。なんなら普通の少年誌でもね、あと、アドちゃんが描いてる絵とか。アドちゃんがスプレーで描いた絵とかって、チュッ て,、ね、チュッてやってるの。あれも立派なキスですよ。リボンシトロンの、リボンシトロンの。あるじゃんか。それをなんでお前一気に、エロ本もレロレロの。レロレロの、当時最先端僕言ってたんで。あそれで、最先端で。その部屋は暗くして、うん、その、舌を入れると、っていう知識しかなくて、うん、で、僕もその彼女に。彼女いいんですね。そうなんですよ。すごく。すごいね、なんかね。この辺がムカつくね。ムカつくね。そうなんです。この辺はちょっと早めに済ますみたいな。そんで僕興奮してたから、うん、もう、唇重ねる前にもう舌をペロ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 出してるような、蛇のような感じで。わかんないですか、ノリじゃ。蛇じゃないよ。バカだよ。それだって。蛇じゃない。こういうところやっぱちょっとノリちゃうんで、僕ね。もしくはローラだよ、ローラ。すぐだ。手みたいな。手毛みたいな。アッパーカットで、ベロごとちぎって、顎を砕いて、ベロもちぎってある。でそれあと上にマウスピース飛んだのかなと思ったら、ベロの先が飛んで、床にペトッ、ペトって落ちろ。無残ですよ、それ。その初代ローラーの僕がね、うん、ペロペロでぶつかった瞬間、うん、もうローリングペロ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 とこうペロ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 って僕初代イジリーさん初代イジリーさん色本にはそんなようなこと書いてあったんで、うん、したら僕思いっきりね相手の鼻を舐めてたんですね。ペロ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 って。あ、ごめんごめん、初代犬その彼女が臭いって言い出して。もうさ、その子もかわいそうだよね。ファーストキスの思い出が鼻を舐められて猛烈に臭いっていう思い出でしょ。周りのさ、女の子同士でさ、そうですよね、レモンの味がするって言うけど、あれ嘘よね、みたいなやつをね。あの、ガールズトークしてるときに、お前の彼だけ、鼻舐められてうんこくせえみてえな、
その感じでしょ。で僕鼻舐めてたのにギンギンでしたからね。そのもうわけが分かんない。その報告もキス関係ないよ。キスの話を聞かせてください。性癖じゃねえよ。全然関係ないよ。なんでちょいちょいどっかが多分こういうところはやっぱおかしいんですよね。で今日週にその番組宛てに俺宛てに来てたファンレター、普通のお便り読んでたら、はい、女の人で、はい、私は伊集院さんの、ジャンクと、爆笑問題のジャンクと、はい、爆笑問題の日曜の番組を聞いて、うん、あと伊集院さんと爆笑問題のポッドキャストを全部聞いてます。はい、あと吉永小百合さんの番組を聞いてますっていう人がわかんだ。その人が今のなんかわかんないけど鼻舐めててチンチンカチンカチンになってた話ね。吉永小百合さんと両立できなくなっちゃうじゃん。そうしたって言ってんだろ。まあ、俺もそのファンレター見てびっくりしたけど。俺の番組と吉永小百合さんの番組両方聞いてんだろと思って。さてはこの人音なら何でもいいのかなと思って幅広い、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 ストレートの広いですね。え、ファーストキスって覚えてる？ファースト、あ、まあファーストキス覚えてますね。僕はまあ、高校生の時に付き合ってた女の子を、うん、まあ、駅まで送ってって、うん、そのなんか駅のホームにあるベンチに座って、うん、そのベンチでちょっとこうなかなか返したくないみたいなので、うん、隙を見てするみたいな。なんかちょっといい話、なんかちょっとだ、そういうのだから、かつくわ、そういうちょっとなんか、青春のもっと汚いものを僕想像したんですけどね、河野さんだったら。なんか勝手に汚さないで俺の思い出を。俺ファーストキスっていつだ俺。あ、ファーストキスはそうだ、俺中3の、お、中3の遠足見たやつ、出た、遠足みたいなやつで、これで観覧車出た、いいじゃないですか。で、はい、で、観覧車で、もうこっちが決めてるから、観覧車で、もう、夕日の観覧車でチューするとか決めてるから、こっち。そう、完全いいじゃないですか、シチュエーションとしては。だけど、だからもう、それって、俺、今も昔もそうだけど、突っ走るタイプだから、はあ、自分でそういう風に決めたら、それ以外のことを許さないから、うわ、怖い怖い怖い。不自然な感じで、はい、観覧車でも乗ろうかって、絶対ダメだよ、まだ昼だしみたいな。あ、何こくそーまってるもんやろ。なんつった今、観覧車じゃねえだろバカ野郎って。かねえ、ああ、お前の親父がもう一回オナニーしてたらお前なんか生まれなかったのによ。クソ女がつって。なんでそのプランが。でしょそれ。もう何がメインなんですかプランが狂っただけでそんなに。これで、最終的にもうちょっとネタみたいになっちゃってるんだけど、はい、チューするのにさ、観覧車結構そのカゴが大きいからさ、最初向かい同士に座ってんだけどさ、その、チューするのに並ばないと、チューできない。はいはいはい、さりげなく、なんか4人乗りみたいな感じ、はいはいはい。すぐ横に行かないとって思うわけ、はい。でもなんか、横に移動したらさ、シーソーの原理みたいになってるじゃん。はい、観覧車、はい、で、そのもう俺中2で100キロ超えてるからさ、はい、その中3の段階で、その俺が移動しただけで、ガタンってその、カゴが、揺れやすさに、ギャーって女が言って、寄らないでみたいな。なんかもうファーストキスするつもりが、軽く犯罪感あるような、なんか緊迫感が中になっちゃって、それをギャーとか言ってっから、その、したら口押さえて、だ、今黙って今黙ってってなって、もうなんか俺の中でこう、なんか俺全然違う、全然違うってなって。うわー、全く真逆ですね。真逆しちゃったよ、これ。もう最悪なんだ。結構が。ほいでなんか斜めになったらギャーって口を押さえられて、向こうのはちょっと口を押さえて、口全体を手で押さえてるから、息ができないからさ、息ができないから、そこを俺の手を思いっきりかきむしって話そうとして、話した後にもう、涙流しちゃって、息できなかったからで怖かったもんだから、ほいでちょっと、離れて離れてなんて離れたりしてね。そんな。悲しいですね。まあ、ということで、今日なんかノリ変なの選ぶから変な感じになっちゃったよ。たまにはいいんじゃないですか、こういうのも。あ、そうだよね。どうせすぐみんな消すし、消すかよ。一応ね、一応聞いてもらってね。という。え？もう、無理！はぁ！はぁ！終わり。